めの前に携帯電話の方、スイッチを切ってくださるかマナーモードにしてくださるようにお願いいたします。今一度確認の方よろしくお願いします。それでは2012年11月11日主の十字架クリスチャンセンター東京アントーケ教会手術第3礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。イスラエルチームが無事に派遣されたことを感謝いたします。再びお一人お一人をこの第3礼拝に集めてくださり、共にこの場所で礼拝できる恵みに預かれることをありがとうございます。日本の個人の働きが守られますように、賛美隊の働きが守られますように、金曜日から派遣されているヨーロッパチームの派遣が守られますように、心からの祈りができるように導いてください。さらに私たちが霊と誠を持って主イエス様を礼拝し、心から褒めたたえることができるように守り導いてくださいますようにお願いいたします。そして集われているお一人お一人の上にイエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますように、やむをえない事情で礼拝場に来れない兄弟姉妹の上にも、集っている兄弟姉妹と同じようにイエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。礼拝を始めにあたって主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を持ってイエス様を褒めたたえていきましょう。それではお立ちになる方とも立ち上がって賛美をしていきたいと思います。たとえ力はなくても弱くても、あなたの言葉があれば大丈夫。あなたは私といつも共にいて、私に力を与えてくれる。私はあなたによって、どんなことでもできる。あなたが共にいるから、私は恐れない。 I can do all things through Christ。 たとえ力はなくても、弱くても、あなたの言葉があれば大丈夫。あなたの私といつも共にいて、私に力を与えてくれる。私はあなたによって、どんなことでもできる。あなたが共にいるから、私は恐れない。 I can do all things right。 私はあなたによって、どんなことでもできる。あなたが共にいるから、私は恐れない。 I can do all things through Christ。 I can do all things through Christ。 主に感謝しましょう。恐れない。
なくていいよ、逃げなくていいよ、いつもそばにいるから、真実なる私の言葉のみにあなた方は信頼し従い、私があなた方に導く道を歩んでいきなさいと主はおさらいます。私の導きと守り、また私があなた方に与える勝利は完全であると主はおさらいます。この主はこの完全なる牧会のその中でこの群れ自身のこの歩みをこの導いてこの歩ませていると主はおさらいます。
今回のこのチームの中でこの与えられたこの今年度の御言葉においても、後になってこの最善の時にこの言葉が与えられたという事柄をあなた方はこの知るであろうと主はさらえます。すべてのこの心配やまた思い煩い恐れ不安をこの私の前にこの明け渡し、私のこの言葉を受け、私の言葉に立っていなさいと主はさらえます。私の言葉は確かにこの一人一人のうちにまた実現し成就していくと主はさらえます。この一人お一人のこの歩みにおいても、この聞き従うというこの歩みの中で豊かにこの主はこの主の栄光を表していかれると主はさらえます。お一人お一人にこの与えられているこの約束の言葉をこのしっかりと握り、さらに大胆な信仰のこの踏み出しを成していくようにと主はさらえます。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。あなたの恵みの中、私は生かされてる。新しい力受けて賛美捧げます。ご臨在の主に感謝を捧げていきましょう。アメン。この賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。イスラエルチームの無事帰国をありがとうございます。さらにこの礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時を持っていきたいと思います。お一人お一人がその場で静まって、イエス様との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。
私は生かされてる。新しい力受けて賛美捧げます。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お慣れになれない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではエゼキエル北島牧師に聖餐式を導いていただきます。それでは聖餐式の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。聖餐式とは主イエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもまだまだ洗礼を受けておられなくても、主イエスキリストをご自分の救い主として信じ告白しておられる方にはこの式に加えることをお勧めしております。ですから主イエスキリストをご自分の救い主として信じ告白しておられる方はぜひこの式に加わっていただきたいというふうに思います。またオンライン礼拝、またインターネットを通して礼拝を捧げていらっしゃる、参加してくださっている方はご自分でパンとブドウ酒、またはブドウジュースを用意していただいてご一緒に聖餐を受けていただければというふうに思います。その際私たちはパンはキリストの体、ブドウ酒またはブドウジュースはキリストの血潮としていただく、その信仰の立場に立っていますので、そのことを踏まえて聖餐式に臨んでいただければというふうに思います。この式のためにお祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、この聖餐の恵みを感謝いたします。このパンとブドウ酒とまたオンライン礼拝に参加しておられる方のパンとブドウ酒またブドウジュース等を祝福し、私たち一人一人のうちに御体の、御体、御血潮の恵みを豊かに表してください。主の御名をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間ともに祈っていきたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お願いします。
イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。共にキリストの御体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。共にキリストの血をいただきましょう。愛する恵み深い天のお父様、この聖餐の恵みを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。式はザそれでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げをしました。どうぞ捧げられましたものを清めてくださり、リバイバルの働きのために、また御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の上に
イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。この献金の時を感謝して、主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は申命記32章3節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は旧約聖書の361ページ、第2版をお持ちの方は330ページになります。それでは司会者の方で読まさせていただきます。申命記32章3節、私が主の御名を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。本日はこの箇所を通してイスラエルチームからの証の時、特別賛美、しばらく賛美の後にエゼキエル北島牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。